ニコン ZF タス Z40mmF2 ピクセルシフト撮影でノイズ低減。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。ニコン ZF の新機能ピクセルシフト撮影にはノイズを抑える効果があるというので検証してみました。まず ISO の値をどのくらい大きくすると許容できないノイズが発生するのかを調べます。許容できる範囲には個人差があるので、あくまでも私個人の感じ方による判定になります。次に許容できない高感度ノイズが発生する ISO の値でピクセルシフト撮影して合成します。ピクセルシフト撮影によってノイズが低減し許容できるレベルまで改善されるかを調べます。それでは Let's get started。 長チャンネル。駅のイルミネーションを手持ちで撮影しました。 ISO100暗いですが葉っぱの質感もあり、玉ぼけも綺麗です。ISO200 葉っぱも綺麗に写っています。玉ぼけも綺麗です。ISO400 ピントの来ている葉っぱは綺麗です。玉ぼけも濁っていません。ISO800 ピント面はいいですが外れた部分にざらつきがあります。ボケにもざらつきが出てきました。ISO1600ピント面にもざらつきが出始めました。背景もざらついています。ISO3200 解像感が失われています。ざらつきも目立ってきています。 ISO6400 粒子状に荒れています。全体にノイズが出ています。ISO12800 使える画像ではありません。ISO100 から400は綺麗ですが ISO800 からざらつきが出始め ISO1600 までは使える感じがします。ISO3200 が限界です。それ以上は使えません。長チャンネル。ISO1600 以上に上げて、夜のブランコをピクセルシフト撮影しました。合成画像で
ノイズの低減が見られるかをテストします。普通の1枚撮影とピクセルシフト4枚合成を比較します。ISO 1600、 4枚合成の方がノイズが少ないです。ISO 3200、 4枚合成の方がかなりノイズが少ないです。ISO 6400、 4枚合成の方がかなりノイズが少なく、 ISO 1600で普通の1枚撮影した時よりも綺麗です。ISO 12800、 4枚合成の方がノイズが少ないですが、使える画像ではありません。ピクセルシフト撮影の威力はすごいです。合成する枚数によってどのくらいノイズが低減するかを比較します。 ISO 1600、 32枚合成が最もノイズが少ないです。ISO 3200、 32枚合成が最もノイズが少なく、 ISO 1600で普通の1枚撮影した時よりも綺麗です。 ISO 6400、 32枚合成が最もノイズが少なく、 ISO 1600で普通の1枚撮影した時よりも綺麗です。 ISO 12800、32枚合成が最もノイズが少ないです。32枚合成は使えるレベルまでノイズが低減しています。高感度撮影の場合は ISO 6400で32枚合成をすると効果的であることが分かりました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。